ございます。ザボイス、ザボイス、今日も始まりました。先端夏目かけラジオ。ここに、はい、はい、ナイス、アテクシゴーナイスボタン、ナイス、ナイス。ナイスです、ありがとうございます。 NBO ですね、これは。ん、ナイスボタンオブザイヤーってこと？いや、ナイス、ナイスボタン、ん、ナイスオブザボタンイヤー、ナイスボタンおじさんの略です、これは。おい、NBO。おい、おじさんちゃうかもしれんぞ、やめろ。確かに、JK だから、NBJ ですね。そう、ナイスボタン JK か。面白い。そう、面白い。今日一番面白かったね。さあ、やばい。アスナより面白かったな。アスナの方が面白かった。正直言ってオブザイヤーの方が響きいいなって思ったんで、ちょっと。うん、うん。じゃあ投票してください。出しにくかったです。はい、これ夏目くんは諸説待ちってこと、幼いってこと。諸説オブザイヤー。2021年諸説オブザイヤー大賞受賞。ありがとうございます。ありがとうございます。自分のネタやろ。僕ボタン押せないです。はい、してます。キッチンサファリパーク、停電まだ溜まってないはず。今止まったぐらいかな。配線早めにできるいいな。いや、ここのマップさ、配線マジ早めにやっとかんと、ちょっときつくなるから。ですね。シャワー浴びとる場合か。マナー防げねえな。おい、おじさん言うから死んでるぞ。バイタル見てました。10秒前に死んでます。おお、じゃあかなり白。滝さんの情報は合ってます。僕も見てました。ふてさん、ねえや、藤宮、エロちゃんまで無理じゃない。あ、滝さんもか。これ何？これ何？何のボタン？あ、中央会議ボタンです。中央ボタン。はしごの音聞いてた人っています？いない。カメラで、カメラで上がってくるの見せよ。ああ、マジっすか。じゃあ僕も白取れませんか。うん、もうわかんないけど。え、マジで。いや、証拠機、いや、証拠機があるとかないとかっていうのがわかんないから。確実に登って10秒以上経ってると思うんですけど、僕停電中にずっとボタン連打してたから。あ、ごめん、停電してたの俺わかんなかった、カメラ見て。ずっと連打してました。はい。自分受け打ちでシャワー室です。ずっと。トゥさんは。僕キッチンで沸いて、先端さんとマシャカリさんと沸いて、先端なんだ、はい、え、じゃなかったでしたっけ。僕あの誰が沸いたか覚えてない。ハンバーグってことしか考えてない。ハンバーグ、先端さんがどっちに行ったかだけ確認した方がいいと思ってて、一緒に沸いたのがキッチンなのだったら、電気室とかセキュリティには来てないと思うんだよね。武器庫側に行ってましたね。じゃあ上の方だね。コックピットまたはエンジンメインとかの方じゃないですか。うん、そうっすね。で、僕合ってない、ない。停電中だったし。あるか、それもあるか。はい。トゥーさんは最終どこなんですか。最終展望デッキです。うん、キッチンで1回目停電直して、ずっとキッチン展望。はい、バイタル見てたのってカキさんでしたっけ。はい。俺とで、カキプテ。ああ、オッケーです。で、メイヤさんが白出したのがメイヤ、カキプテ、ロフジミヤでしたっけ。うん。カキプテ。ジュニアさんどこだっけ。僕は電気室です。あ、オッケー。シャカリさんはどこ行ったんですか。僕武器庫で今影響持ってます。お、あるか、近いっすね。そうだから先端さんは上抜けてるってことだよね。そうだから怪しいちゃうと思うよ。うん、
じゃあ怪しい位置全部釣ればいいんじゃないですか。ああいいよ、整理位置だからどころしてもいいよ。そう、マサカリさん、夏目先生、トゥンさん、ローラー。まあ、これでインポスター三角とかつけるんで。サンロラ無理。サンロラは。いいね。勘弁してくださいよ。あ、お疲れ様です。あ、見てました今。幽霊で。あ、いや、そうなんですよね。マジでうまかったですよね、今ね。あ、じゃあもうネタバレとかで大丈夫ですよね。そうなんですよね。めちゃくちゃうまくて、なかなかね、そう、絞れなそうっすよね。いやーもう楽しみに、ね、あのなんか、こう自信ない感じにつけ込む感じとかね、うまかったですよね。あ、ミュートします。NB。何それを。ナイスボタン。ナイスボタン。NPO は非営利団体でしょ。はい、早く。センターさんの話してください。怒りますよセンターさんは。10秒前ですよね死んだの、はい、うん、死んだのを見たってことっすね。心電図で、死んだ瞬間バイタルで見ました、うん、そう、はい、10秒だった、まあ10秒ぐらい、そう10秒ぐらい、僕の中では8秒だった。8秒、浮いてるの誰だったっけ。じゃあ間取って9秒、まあ、夏目と、うん、マシャカリ、マシャトゥン、トゥンさん、あとアルマさんはミーティングだけどまあ厳しいかなぐらい、うんうんうん、はしごの音聞いてる人がいたらカメラなくても白撮れるかなと思ったんですけど、10秒以上前に1回上がったって感じです。夏目くんがシャワー室だっけ。うん、 OK。 トゥンさんが展望か。エロちゃんさん見てないですか。僕展望いたん、あでもさあいたのは見てる。でも結構一番最初の停電直してたな、ね、そうですね、1回目の停電か、直近か。ミロちゃんってか電気室いたんだ。電気室行ってないよ。セキュリティ。ああ、そっか、セキュリティか。うん。これってメイヤさんが全員にその4人に白出ししましたけど、メイヤさんももちろん白出せるってことですね、他視点。メイヤさんは出せると思いますけど、エロちゃんは僕は見てないんで。あ、僕がね、エロちゃんをね、セキュリティでカメラ見てるところを見てるので、10秒前だったらほぼ無理だと思うよ。うん、メイヤさんインポスターだった時の偽装する可能性があるから。まあ、うん、あんま、メイヤさんはやってないかな。あの、僕が何を、エロちゃんと僕のインポスターってことですか。もう、あれ、うるかなって思う。するんだったらさ、もう今日からあのローラーするんだったら釣り始めましょう。いや、ボタン持たないでしょ。わかんなくないっていうか、そもそも。誰が下位置がわかんないからちょっと微妙かなと思うけど。うん、まあ、それはそう。うん、まだ、はっきり言ったら、1キル待っていいはないと思うけど。うん。3、うん、はちょっと、あの、仮に位置釣れてたとしても、なんかもったいない感は。アルマ君ってどっから行ったの、ちなみに。どっから行った？どこ脇でどこ？金庫室で全部3つのやつをやってもはしご登ってます。あれ金庫室誰も？あ、え、いやいや、ミーティングの前ですよ。いや、金庫室行ったんだね。あ、いましたよ。ワンチャンあれじゃない、センターさんなんかコックピット。あ、そうか。いや、そう、あるんじゃない？ないと思いますよ。ないと思いますよ、本心。だって。メインで殺してるから。まあまあでもだいぶいい情報してるんじゃないですかね。定期ボタン強いから逆手に取ると面白いね。お、はい、めっちゃ死んでるか。あれ？あ、2人死んでる。ダボを切るか。カキさんの死体はバイタルの前にありました。で、カキさんの死体見た瞬間にバイタル見たんですけど、その時の夏目先生も死んでた。で押してますって感じです。夏目さんは夏目先生が先ってこと。停電の前にコックピットから出てくのを見てます。停電の前に、うん、コックピットから出ていきました。どっち方向行ったかとかってわかります？僕はエンジン宿舎と抜けたんで、あ、武器庫だと思います。その後アドミン見たら武器庫、昇降宿舎111まで確認して僕は上に行ったんで。なるほど。スラック武器庫方向か。停電の前ですよね。はい、了解です。エロちゃんってどっちから診察室入りました？ラウンジ方向、貨物からですね、ごめんなさい。その間誰かと会ってますか？
と誰とも会ってないと思う。ああ、うん、アーカイブとかで会ってなければ、僕先に情報としたくて、多分藤宮さんが武器庫に行ったって言ってる位置が多分僕だと思うんですよね。で、停電を直したのが僕で、展望の停電を直しました。なので、まあ位置的には怪しい位置にいます。夏目先生、武器もちょっと浮いちゃってるから言いたいんですけど、アーカイブからラウンジ貨物って言って、ラウンジアーカイブ戻ってシャバーメインです。で、エロちゃんは見てない。エロちゃんはどういうルート取ったの？最初シャワーのタスクをやって、その時トゥンさんがいて、うん、アーカイブ開けてシャワーのタスクやった後に停電になる前ぐらいにアーカイブからラウンジ、トゥンさんアーカイブいたの見たかな。ああ、僕シャワー、そうですね、エロちゃんさんがシャワー室で一緒にタスクしてて、その後上行った気がしますね。でラウンジ貨物とかでタスクしました。エロちゃん、ちょっと藤宮さんに聞きたいのは、貨物ではやってない、武器庫キッチン展望がこう合わせて2になることってありました？いや、その武器庫と宿舎と証拠1だけ覚えて出たんで。あ、了解です、 OK です。覚えてないですね、うん、いや、ちょっと絞れねえなこれで。マシャカリさんがと藤宮最終ミーティングです。そう、あった、はしご2回落としてました、うん、聞いてます。うん、マシャさんと藤宮さんがミーティングね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。夏目先生じゃないよ。夏目先生がインポスターかと思いましたよ。なんでですか？インポスターですよ。なんでそんなこと言うんですか？なんかインポスターですよ。インポスターってバレちまったか。え、センターさんどこで死んだんですか？うん、内緒。内緒、お。かわいい。かわいいでしょ。これが人気の秘訣。上げてる。ナイスボタンって先に。いや、ナイスボタン。ナイス。ナイス。はい。あれ。すいません。結局誰かから誰かに白って出せましたっけ、さっき。さっきのは出せないな、俺は誰にも。そうですね、藤宮さんが金庫、展望キッチン合わせて2にならなかったら僕の白拾えるかなって思ったんですけど、うん、当ててほしい。金庫いたのない。金庫いたのは初手キルの話で、で、その話進めるのすごい不毛だと思って、そうですね、エロちゃんが違う違う違う、2日目2日目かわいい。あぶきこからデッキス。あ、失礼失礼、気持ち悪い。ごめん。マシャカリさんってミーティングの前は金庫。金庫から行ってる。アテクシ。初日の3キル容疑って誰でしたっけ？アテクシ。残ってるのはマシャカリさんとトゥンさん。夏目先生も入ってたけど、夏目先生死んでるから来るです。ああ、そう、初手、そうですね。まあでも初手は絞れないって話だから。まあそうだね。アルマ君の弁当もあるけど、いや、ない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 、ごめんなさい、マシャカイさんがその話を出すのが不毛って言ってて、あのエロちゃんがミーティングのやつを見ているので、それより前の話はもう、あ、ごめん、10秒なんで、あれ、はい、誰かメインらへんに近くいましたっけ？いつ？さっきのターンですね。さっきのターンの最終位置、プテメイン。はい、プテメイン。プテメインです。さっきのルートをたどると、アーカイブラウンジ貨物やった後にラウンジアーカイブ戻ってシャワーメイン、最後メインです。エロちゃんが診察で発見、トゥンさんとメヤさんの最終位置だけ使いました。僕は昇降機なんで宿舎前きました。僕シャワー室ですね。持ちこねてる場合か。もう一個だけ言っとくんですけど、アルマ君が、はい、なんだっけ、ミーティング、ミーティング登ったのカメラで見てるけど、それが10秒うんぬんっていうところは正直自信ない、うん、俺の白出しにはなると思ってるけど、アルマ君の白出しにはならないと思う。分かんない、うん、そこだけ言っとくわ。あとボット落としたんでセルフでお願いします。はい、ボット止めたのに動いてる。これもう大丈夫なんですか？何が起きてるの？
うん、おおもはい、ナイス、はい、いや、ナイス、なんか停電ちょっと勝ち合っちゃって、はい、そうそう、すいません、ごめんなさい、同期者全然洗えてなかったと思うんで、その診察の先端さんでしたっけ、うん、あ、柿さんか、柿さん、うん、は容疑者が多分シャワー室にいるトゥーンさんかメインにいるプテさん、爪切りがなくなっちゃった、そうですね、エロちゃん、うん、あ、そんなにいるんだろう、で、夏目さんが、僕の目撃は、停電前にコックピットから抜けていったので、下に行ってたらアルマさん、右に行ってたらメイヤさんかなと、うん、僕ですね、間違いないと思います、うん、藤宮さんとマシャさんってどこで合流しました、その僕はミーティングに登ったら、うん、あ、そういうことか、はい、そう、僕金庫室からミーティング行って、その前で誰とも会ってないです、だとするなら僕は藤宮さんとマシャカリさんの後を追う形で宿舎前通路に行ってるはずなので、うん、だったら夏目先生って右には来てなくて下に行ってる説が濃厚じゃない、まあ、メイヤさん視点はそうですね、うん、嘘ついてなかったらね、だってメインホールで僕が殺しているのだったら、プテさんが発見しているし、エンジンルームで僕が殺しているんだったら、ごめんね、あのメインホールは、僕最後入ってすぐ終わっちゃったから、中までしっかり探索はできてないですね、部屋とかも見てないから、うん、ちょっとそれは分からない、何とも言えないです、でやっぱ結論浮いてるのはトゥンさんと俺とアルマさんがいる、でも夏目先生見てるっていうか、まあ、俺も結構アルマくになっちゃうんだよね、そうですね、メイヤさんしては、まあ、僕か、まあ、そうなアルマさんの2択、ね、うん、僕は藤宮さんかメイヤさんだと思ってます、メイヤさんだけとは言えないです、うん、うん、そうですね、まあ、藤宮さんがねコックピットでやってるから、うん、うん、そう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 、ね、どっちかかな、いざいざ、ごめんなさい、マシャカイさんは中にいたんでしたっけ、ミーティングの、ミーティングの奥のタスクやってました、あ、で、そう、藤宮さんが出した情報的に多分宿舎前1月いってたのがマシャさんかなって思ったんですけど、うん、勝手に自分の中 で証拠が誰なんだろうなって感じですけど、あ、証拠がマシャさんか、あ、宿舎証拠、あ、宿舎証拠がついてたのか、うん、あ、じゃあ分かりづらいな、この7人で2郎いる盤面でなんか、うん、ちょっと議論でするの怖いですよね、うん、疑われてる人を殺してくんないから、インポスター、わかりやすくしたら、ね、いやー、マシャカリさん絶対死にますよ、かもしれないっすね、おはようございます、ザボーイス、ザボーイス、今日も始まりました、先端夏目かけラジオ今週のテーマは、最近あった非常に不愉快だった話、これがトークテーマとなっています、ガチあ、あります、夏目、夏目先生、何、センタンさん、はい、性癖なんですか、はぁ、性癖、え、性癖、性癖だっけ、なんだっけ、あれ、いや、好きなタイプ、あ、そうだ、そっちだった、性癖急に聞くやん、性癖やばいやばいやば、もっとやばい、もっとやばい、性癖、なんで性癖なんですかって、なんでどっから出た、まあ、夏目先生やばいからね、うーわ、やばすぎー、あ、これ左、これ左、これ左、左に停電が終わった直後に見たときは死んでなくて、今見たら死んでたんで、そう、これ左に切るんですよ、いや、合ってます合ってます合ってます、メイヤさんとトゥンさん両方左で見てます、うん、その時左にいたのが、うん、アルマ、プテハシ、エロちゃん、メイヤ、トゥンの5人、うん、あったあった、エロちゃん、うん、アルマさんとあったね、うん、で俺ボタン鳴らしに行ってるから、その5人を見送ってみんなね、武器庫の方からねキッチンの方行ったりとかしてたと思うんだけど、俺それ逆走して、他2人はどうですか、僕心熱です、電気室で、え、エロちゃんの方に誰も行ってない、行ってない行ってない行ってない、あ、マジか、僕電気室、正直メイヤさんが死んだので、藤宮アルマで落とすのが一番安全かなと思うんですが、いや、ここプテさんとアルマくんだと思ってるんだけど違う、あれなんか、ね、いや、ごめんなさい、キッチンの方にトゥンさんは来てたけどメイヤさんは来てないんですよ、トゥンさんは展望の方に行っていて、で僕は右のセキュリティの方に行ったんですね、でメイヤさんだけ見てないんですよね、僕、僕は最後ですよ、停電直った後の話、キッチンの下のセキュリティの下のあのあそこのピョコッと出てるところに最後いるから、藤宮アルマで落とすのが安全だと思います、さっきのキルで、夏目先生のキルでアルマ君とメヤさんどっちかだったから、アルマ君来てたらいいんじゃない、いやいや待って、藤宮さんもありえますよ、夏目先生のキルは、そもそも夏目先生の情報を出したのは藤宮さんなんで、だから僕とアルマさんで
としちゃうのが一番なんですけど、今のキルの話でいくと藤宮さん最後診察処分待ちそうだな。はい、なので、停電が治った後は死んでなくて、なんか治ってからまあ3秒ぐらい。マシャさんどこいました今のターン。僕だから電気。え、電気か。最後し電気か。最後診察室で見てたの？その見てる。何を？どの最後っていうか、まあ見て一回ゴミ捨てしてからまた見たら死んでたっていうので、まあ、あじゃあ瞬間は分かんないんだ。うん、これアルマク入れるねとりあえず。多分いやまあそうなるな。信用勝負負けちゃう。今日勝負負けるから。いやまあそっか、負けちゃうなこれ、申し訳ねえ。で次藤宮さん釣るの？いや決めようしですね、これちょっともうちょい話したよ、ね、俺僕はボタンないと思う。いや終わります、ごめんなさい。え、いや終わらんやん。そう、終わらない時点でもうあれですよ。もうあの一応ちょっと聞いて、夏目先生がなんか先天の性癖を教えてとか言ってきたんだけど。これねガチでね、ごめん、あのね今ツイッター見てて、あのたまたまね流れてきたの、あの本当に何々はエロいのかみたいなさ、ツイッター流れてきたの。そんな人をフォローしてんな。試合を見ろ。頭がさエッチなさエッチな脳に、エッチな脳になって、でもそんな気分で僕のことを、僕にエッチな質問を投げかけてきたってことだよね。いやガチで、あのねあのねちょいね、その知り合いがもうほんと嫌だ、ほんとすいません、マジで最悪すぎた。でも確かに知りたい。これは負けか？え？いけるか？これも余裕でしょ、インポスターは。4人盤面だし。そうなの？そう、あ、殺した。いいやつだった。あ、これはいける。これはいける。なぜ？はい、はい、昇降機の右下です。直前にプテさんとすれ違った。うわこれ藤宮さんアルマさんのバチバチ二郎かよ、マジか。じゃあプテさんでいいと思います。僕分かってなかったんですか。藤宮さんが切ってセルフレポートして僕になすりですね。僕は今下の方に向かってる時に藤宮さんがすぐレポートをしてるから、藤宮さんがアルマさんとラインを切って僕白ですよってやって僕になすってきてるね。診察室にいたのが嘘かな、まあ、ごめん俺プテラさん入れるわ。いやーマジですか。だったらミーティングで真社会さん切ってると思う。藤宮さっきの1回目のリアクターの時に。なるほど、うん。正解です。いやあ危ねえ、分かった。ったな。直した方がいいかな。頑張りたかった。ナイスファイト。ナイス。ナイスファイト。ナイス。ナイス。いやごめんね。いや紹介紹介。スパチャありがとうございます。惜しかったっすね。は？あんなに厳しい人。すみません。めっちゃ面白かった最後。アルマさんと藤宮さんのバチバチ二郎かーって。大読み。全然わかんなかったんで。感情が全然。何もないこと言ってましたね。感情が全然わかんなかった。で、センターさん切るはどこなんですか？センターさんメインです。メイン？メインで切ってすぐベントでミーティング移動した。すごい。アルマ君怖かったもんな。不毛ですよって言ってきた時、怖っと思って。ごめんなさい、ちょっと、いや、僕もちょっとなんか言い方、なんて言えばいいかなと思って。いやいや、全然、いや、こいつ絶対、あの、敵だろうと思ったもん。野生の感が。そう、野生の感が。あれ？野生の感。いつも優しいのになと思って。ごめんなさい、ごめんなさい。わかる、でもインポスターの時ね、若干ね、信じてほしいですね。わかる。なんか。ちょっとねパッションが出ちゃいます。え、初手さ誰がやったんすか？初手ゴルフ。先端はアルマさん。あ、ごめんなさい。あ、ベント？あ、そうです。メインで切ってベントでミーティング。ああ、なるほどね。天才か。あ、そういうことか。ね、三人ローラーしたら負けた。いや、そうなんだ。よく踏みとどまったなと思って。うん、そう。あれ、夏目。あ、だから夏目を殺したのか。あ、そういうことか。だから。
インポスターがその中にいないから夏目を殺したらトゥンマシカリの。ああそうそう、ワンチャンなんかそこにローラー入んないかなって思って。あーうまっ、うん、うまっ。ああ、ね、最後はエロちゃんさんがあれ見てたから、確実にエロちゃんさん目線ってさ、アルマくんとクテさんの二郎だよね。うん、そう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 、 100% そうなる。エロちゃんして 100% そうだ。なんかみんな帽子かいとるけど、うん、あそこどうやったの、直したらよかったかな。でも直しても来るよね。どうも、まあ、牛タン恐怖症です。直しちゃって扉閉めて頑張ったらよかったかな。そうですね、ちょっといや申し訳ないな、なんかあそこのキッチンのダブルキューがちょっと噛み合わんかったですね、申し訳ない。うん、でもうまかったっす、インポスター。うん、全然。でも下にいてくれてたのはチャンスだってよかったですね。そうですね、診察室で電気てかボタンがきつかったっすね、あそこの。確かにあれが一番きつかった。バンバン押されてたもんな。